はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。1年3ヶ月落ちの可愛いピアノが入ってきました。もうほぼ新品状態です。あるところからこう声がかかったんですけどね、めったにない、ものです。もう新品みたいなもんですよね。ご覧ください、こちらです。 KB15 というね、販売してた時もそんな高いピアノではないんですけども、もう最新型のね、ものです。だからまあ、新品をお考えの方は、新古品ではない、1回納品してますのでではありませんけども、まあ、これだけ新しいものっていうのはまず入ることないので、まあ、チャンス言ったらチャンスですね。ペダルももうだいたいここ見たらどれぐらい弾いてたか分かるんですよ。ここがだいたい減りますからね。全く減ってませんね。もう綺麗なもんです。もうこのままお届けできるぐらい綺麗ですね。はい、KB15 です。ピカピカです。蓋の上も傷ももちろんありませんよね。はい、こういう状態ですね。中見てください。KB15F055506 と書いてある。ちょっと通常の製造番号の付け方とは違いますけどね、こういう番号になってますね。1年3ヶ月前に、納品されたピアノです。もちろんハンマーもね、もう新品の状態。溝っていうのはね、もともとある程度少しはあるんですよ。なんていうかな、四段機でダーッとこうね、ここ安定させるために機械を使ってダーッと何千回何万回ってこう、打弦をしますから、工場でね。弦の筋は少しはつくんですけども、もうほとんど全く弾いてない状態ですね。はい、ちょっと音を聞いてみましょうね。まだ新しいですから狂いやすいですのでね、弦が完全に伸びきってませんので。だから新しいピアノは半年に1回ぐらい調律した方が本当はね、いいんですけどもね。どうぞお聴きください。これは、小型ですね。こっち ED52S がありますけども、これとほぼ同じ大きさですね。小型ですね。110何センチかと思いますよ。今の河合の新品の、ね、音と同じ音がしてます。まあ当然ね、たった1年ちょっと前のピアノですからね。はい、ハーモニーで聴いてください。おお、十分ですね。あるパターンのコード進行ですね。こういう風に弾き語りするんですよ。もうドミソでジャーンジャーンって、もうこれだけで雰囲気が出ますね。ね、こういう風にしてこうピアノをね、これから始める方なんていうのはまず弾き語りからバイエルからしなくていいです。プロのピアニスト目指すんじゃないと思いますのでね。定年になってからピアノ弾きたいなとか、もうそういう方なんかはこういう弾き語り、もうドミソから始める。で、レファラの、Dm っていう、その後 G7 っていう先進国首脳なんとか会議じゃないですよ、 G7 って。ね、なんか雰囲気あるでしょ。 F Sus4 というコード、ね、ピアノの弾き方講座を含めた説明でした。KB の15というもう最新型の可愛いの中古ピアノ、いかがでしょうか。これからピアノを始めようという定年後の方なんかにもおすすめです。もちろん、小さなお子さんにも、ね、十分練習用として使っていただきます。新品ですからあと50年以上もっと使えると思いますよ。大事にしてくださいね。よろしくお願いいたします。それではさようなら。